はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アーマードコア6チュートリアルからやっていきます。もうね、話題沸騰中のチュートリアルなんだけど、超強いボス、もう何回もね死んで、まあただ結構いいところまで来ているので、うまく倒していければという感じです。じゃあ解析して、一応戦い方自分なりに見つけたのは、最初こっちから出てくるから、来た瞬間にやっぱりミサイルとかぶち込んで、で下なんだよね、死角が、死角になるのがこいつの、この死角にいる時に結構叩き込んでから、あとは距離を詰めて、痛いです。ミサイルのね爆撃食らっちゃうとね、もうきついんだよね。であとこの外に出られるとまたきつい。で距離はだからもう基本詰める感じだよね。ひたすら下の四角にいてダメージを与えて、で距離が離されそうになったらまた詰めるっていう。残りヒットポイントがなくなってきたら、まあもちろんリペアキットは使って、やばいめっちゃ食らってる。一応スタンみたいなのはするんで、スタンしたら近づいてブレードかましたいんだけど、これ距離が届かないな。ブレード強いからね、火力は。やばい、この位置最悪なんだけど、回復。ちょっと位置取りが良くない、位置取りが良くないです。でミサイルはもうリロードが終わったら即撃って、あのスタンゲージが溜まりやすいんでね、なるべくスタンすればブレードを叩き込めるから。残数なし。あ、今なんか叩き込めたっぽいけど、やばいやばいやばい。ここもまたなんか最悪な位置じゃない。なんか毎回そう、でも大体ね、自利品になってね、こっちのヒットポイントもやばくなるんだよね。1000、なんか無理だな。キマさん、なんか体当たり食らったやばい、143死んだっていうのを繰り返してる感じ。だからやっぱね、多分ね、ブレードなんだよね。ブレードをうまく叩き込めればだいぶ違うと思うんだけど、こういう時とかなんかブレードのね、なんか間合いが未だにちょっと分かんない。空振りねしちゃうんだよね。普通に使ってるし、効果いいんじゃない？当たらん。入手な。そう、結局なんかこっちに来ちゃうからな。てかといってね、距離取るとやっぱり良くないからね、そう、バック食らうから。畳みかけろって言われても距離が入らないんですわ。足止めるのまずいな。いや、めっちゃ足止めてたわ。やばい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 、やばい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 、あの爆撃の直撃はマジでやばい。ミサイルはあんまり外したくないんだよね。ちょ待って、回復しとこう。ちょ、回復に気を取られないように。距離詰められる。
あ、外れてる。ってか全然距離が。いや、残り 50% だけど行こうも。接近しろ、これいけんじゃん。ダークレッグ、よし当たった。足を止めんな。やべ、当たった。ちょ、何かが直撃した。ミサイル外れてる。ミサイル、どこだ、どこ行った。スタートちょっとだったのに。チークショー、希望が見えてきた。でも俺はいけるでしょう。あとリペアキットもあるし。消えろ。決まった。マジで強え、こいつ倒した。張り付きだね。大型武装ヘリの撃墜を確認した。621、今日の仕事は終わりだ。ようやく終わりか。ライセンスコードレイブン。ライセンス執行まであと3日。早くない？レイブン、これがお前のルビコンでの名義だ。というわけでミッションコンプリート。密航17万円、支出、そうだ、修理費と弾薬費があるんだ。まあでもプラス10万円だし、円なのかよくわかんない、単位が違うけど。というわけでね、まあとりあえずアーマードコア6、まあ、やっていきますということで、まあ、ちょっと動画のメインはオンライン対戦ちょっとやっていこうかなと。ちなみに俺アーマードコアシリーズ全然やったことないんで、でもほぼほぼこの6が初めてっていう感じではありますけれども、まあちょっと楽しんでやっていければと思います。というところで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらこれからも見に来てください。